あれ？メルお姉ちゃんだ。ここで会うなんて珍しいね。珍しいって言ってくれるわね。私だって一応冒険者なんですけど。あ、ごめんなさい、そういう意味じゃなくて、ここで会うの初めてだったから。ま、実際その通りなんだけどね。ここに来たのもずいぶん久しぶりだし。やっぱりメルお姉ちゃん、あんまり真面目に冒険者してないもんね。今日はちょっとお口が悪いわね。そんなにお仕置きしてほしいのかしら。うわー、ごめんなさいごめんなさい。じゃあ今日はどうして来たの？それはまあ、あれよ、一応先輩なわけだし、ランクでもあっさり抜かれたりしたらみっともないじゃない。私がメルお姉ちゃんを抜くってこと？無理無理、絶対そんなことないって。どうかしらね。最近のあなたを見てると多少は焦ったりしちゃうんだけど。そうなの？そういえばメルお姉ちゃん、ランクいくつなの？いくつだったかしら。確か4だか5だったか。あ、それって大丈夫なの？大丈夫って何が？だって3年以内にそれなりのランクになってないと資格取り消しなんでしょ。メルお姉ちゃんが冒険者になったのだいぶ前だし。へえ、今はそういう決まりなのね。今はって前は違ったの？ええ、一度もらったら一生使えるって言われたわ。私と同じ頃に取った人たちはみんなそうなんじゃない？ずるい、私すごく大変な思いしてるのに。私に言われても困るけど、きっととりあえず資格だけもらったっていう人が増えすぎたんでしょうね。だからそんな決まりができたっと。私もその頃に資格取っとけばよかった。その頃のトトリじゃ年齢制限でアウトでしょう。そうだけど。はいはい、拗ねないの。いいじゃない、中にはこうやって後輩の面倒を見てあげる優しい先輩もいるんだから。優しいかな。本当に今日は一言多いわね。これはちょっと厳しめの特訓が必要かしら。嘘です嘘、ごめんなさい。